はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、こんにちは。一週間ぶりのご無沙汰、いかがお過ごしでしょうか。前回のね、ラジオはあまりにもちょっとローテーションすぎるなと。ローテンション？違う、なんていうの、テンション低めのやつあまりにもだよね。ちょっと自分でね、編集してはぁって思ってちょっとほんとね、ボツにするべきだったかもしれない。はい、ということで、もう何回目か分かりませんけども、今回はですね、とりあえずこの一週間ですね、私としてはですね、とりあえず暑いよね。もうこれ毎回言うよねいやでもついに夏始まったでしょ。これもなんかこう否定させない感じ、なんかまだ暑くなくないとか言ってくる人いるけど、もうそれも言わせねえよってぐらい暑くなったよね。うん、ということで、もう私は外に出たくないんですけれども、ちょっとこうやらかしというか、ちょっとやらかしエピソードなんですけど、この間日曜日ですね、ちょうどだからそのテンション低すぎラジオを投稿した日ですね、その相方さんとですね、昼間、もうほんと昼間、11時とかになんかほんとね、あなたたちはお年寄りですかっていう感じなんだけど、お散歩に出かけたのね。ほんとお年寄りって思うんだけど、なんか神社行ったりとかね。で、なんかすごい河川敷とか歩いてたの。で、ちょっとなんか、こうほら、海なのか川なのか微妙なラインのところとか歩いたり、ちょっと写真貼っとくわ。うん。なんかそれでさ、なんか、そこまでは良かったんですよ。なんかただね、ほんとその日がバカみたいに暑くて、先週の日曜日で、もうね、で私、なんか私の生活上ね、あんまりその太陽の光を浴びることがないのよ。だから今年ね、日焼け止めをまだ買ってなかったの。だからしてなかったわけよ。で、舐めてたよね、もうね。その日はね、別に気づかなかったの。そっからね、2日後ぐらい。てかね、その、次の日だったかな、その、髪をね、ブリーチしたの。もう、マッキンキンに。なんか、私ほんと若白が多すぎて、冬買いすぎて、ちょっと暗めの茶色にしてたんだけど、あ、もう無理無理、と思って。ちょっともう、分かっちゃうわ、と思って、その、白髪がね。だから、嫌だ、と思って。でも夏だし、いっかと思って、ブリーチして、マッキンキンにして、マッキンキンにしたせいなのか、なんかそのね、相方さんにね、お前顔黒くねって言われて、え？と思って、待ってよって。私それなりに気使ってるよって、いろいろ、え？と思って、自分で鏡見るじゃん。黒いのよ。なんか、すす塗ったみたいな感じに黒くて、え、どうしたどうしたと思って。でもなんか考えられる原因がさ、一個しかなくて、日焼け止めを塗らずに歩いたっていう。確かにでもね、そうなの。その日に、私も腕とかもなんか真っ赤になってて、その日の光浴びすぎて、も外ね歩いてたのに、ね、2時間ぐらいなのよ。でも真っ赤っかになっちゃってて、で、多分顔も赤かったの、きっと。で、ちょっとね、夏始まる前に焼けてしまっても、今年は絶望です。焼かないよテーマに生きてるのに、ちょっと私のね、なんだろう、焼きたくないというね、感情に背いて、本当にね、すぐ焼けるの、肌弱すぎて、もう鬱ですね。この夏終わりです私の夏は終わりました。はい、なのでもう今年はもう太陽が出ている間も出ません。難しいけどね、太陽が出てない間に外出ますよ。 100% は難しいけど、できるだけねっていうのを思いましたね。はい、ということで、そんな一週間ですもう顔が黒いってだけで私も本当に嫌なので、もう鏡見たくないもん。はい、ということで、まあ今回のね、今回何をするかっていうのはもうタイトルを見ていただいたらわかるんですけれども、前回言ってましたね、私の音楽アプリですね、アプリというかパソコンのね、やつに入っているのを、まあ、見ていこうじゃないかと。で、多分ね、いろいろ分かっ、なんだろうね、そのほら趣味とかさ
多分分かっちゃうと思う。でちなみにね、そう、この私のパソコンに入ってるこの音楽アプリの中の曲は別に私だけの曲じゃないのもあるの。その相方さんが好きなアーティストの曲とかも、この一度やっぱさ、ほら CD とか買うとパソコン取り込んでから入れるじゃない。私だとウォークマンに入れるし、相方さんは携帯に入れるんだけど、それはね全部私のパソコンでやってるのね。だからなんか、え、それ聞いてんのみたいなのも入ってるけど、それは私じゃないときは私じゃないって強く言うからなんか嫌じゃない、なんか嫌なのよ私、そのえみたいな、本当ね趣味が合わなくて私相方さんとね。なので、はい、ということで、で早速見ていきますか。撮れてるよねこれ、大丈夫、なんか一応アプリねを撮ってるんだけど、一応ね今回はアーティスト区切りでやっていきます。なんかアルバムとかさ、いろいろあるじゃん、あるけど、とりあえずアーティストでいきたいと思います。まずこのねあ、そうそうそう、そのラジオなんで、まあ、音声だけを聞いてる方のために、あの全アーティスト私名前読み上げますね。それで、まあ、画面見れるよって人は見ていただくと、なんかジャケットとか映ってると思うんで、おーって思っていただけたらと思います。はい、ということでやっていきましょう。はい、ではやっていきますよ。早速1個目ですね。こちらはですね、まあ、発行期ってなってるんですけれども、なんかあのアーティスト名のない曲が73曲あるんだけどこれはあれですね、取り込んだ時にデータが出てこなくて入力するのめんどくせって思ってそのまま取り込んじゃったやつたち。結構な多分アルバム数あるんじゃないかな、73曲ってことは。これですね。で、これなんかね、順番がよくわかんないの。どういう順で並んでるのかよくわかんないんだけど、まず、小夏美ですね。小夏美さんはね、あれだよね。今だともうミュージカル女優としてのが有名だよね。あの、美女と野獣の実写版のベルやってたよね、吹き替え。これあれですね。一週間フレンズの曲ですね。好きだったの。次。ヨーベックス連合軍。これやばくないと思う。これ、単語だけ聞いたら意味不明でしょ？妖怪ウォッチですね。これでもね、違ったと思う。この、ジャケットに乗ってるハロクリダンス、私多分持ってなかったと思う。あれ？持ってんの私。あ、持ってるみたいです。自分で持ってる曲を理解しない。あ、そうだったんだ。あと、次ですね。アレクサンドロス。あんまり私、そういうロック的なバンドって聞かないんだけど、これは、一曲だけ入ってるんだけど、この辺一曲しかないね。ゴジラの映画の曲だったんですよ。で、相方さんがいい曲、いい曲よし、私もいい曲だなと思ったから、買ったっていう。次。セブンゴーストってなってるのが4曲あるんですが、これはラジオですね。DJCD ですね。DJCD とかもこういうのに放り込むとさ、あれだよね、ちょっと邪魔だなと思う時もあるよね。はい、次、アイカツスターズですね。127曲。多いね。アイカツ好きなのがわかるね。うん。アイカツスターズの方は、あの、アイカツってスターニスとアイカツスターズってあるじゃない？まあ、その後もいろいろあるけど、スターニスとアイカツスターズだったら私はスターニス派ですね。次、アイコ、72曲。私、アイコ聞くの。なんか、なんだろう。アイコってなんかちょうどよくない？その、なんていうの、ほんと、電車乗ってる時の BGM みたいな。ちょうどよくない？次がエメですね。エメはね、言うてもね、そんなにですね。うん。7曲入ってますね。まあ、ほとんど聞いてないかもしれない。あ、待って、もう一曲あるわ、エメ。なんかあれですね、あの、よくない、こういうのに放り込んだ時にさ、アーティスト名がちょっとこう、文字が微妙に違ってさ、分裂しちゃうみたいなパターン。エメ分裂してます。もう一曲ありました。次が、あれですね。昨日ウィズブレそうですね。なんでこれも2個に分かれてるのか全く分からないんですけど。この頃はね、なんかあれなの。これ、カンコレの曲と、もう一個これ何天城ブリリアントパークだったっけ、なんかあの、京アニのアニメの曲だよね。この頃はね、アニメすごい
見てもないのにアニメの曲をちゃんなんかすごい買ってる時期だった。が夢にこういうの入ってますね。って見たことないもん。あ、カンコレは見ましたね。カンコレはリアルタイムで見たけど。はい、次。アリプロですね。アリプロ122曲。多いね。100曲超えのアーティストっていうのはもう、がっつり好きなアーティストですね。1曲しか入ってないアーティストはもうあれで、その場のタイアップの、タイアップ的にみたいな。次が、なんでこれはジャケット出てないの？こう開いたら出てるんだけどね。アンジェラですね。201曲。やば。やばいね。201曲はなかなかやばい。アンジェラは、そうですね。なんか、がっつりアニソンアーティストっていうものを初めて好きになったのは多分アンジェラが最初なんじゃないかなっていう。今もなんで新曲出たらとりあえず買ってますね。とりあえず。うん。私そういうの多いの。なんか一回好きになったアーティストはとりあえず新曲出たら買い続けるみたいな。まあ、聞くかどうか置いといてみたいなね。その横がアンジェラ×フリップサイドですね。これコラボしたやつですね。4曲。で、次が、これアクアプラスってなってるんですけど、これはあれですね。歌われるもののサントラですね。なんで78曲もあるんだよ。サントラじゃなきゃ78曲なんていかないからね。そう、次やばいね。アートリー・ベインとかもこれ誰もわかんないよね。これ声優の今井さみと北村えりが、ほんと一時期だけよ。ほんと一瞬。何年って言われたら、2010年とか11年とか。一瞬やってたやつ。なんか好きだったの。なんか。次ですね。これなんか永遠に続くのは大丈夫？ほんと、暇な時に見てね。次が、オースティンですね。オースティン・マホーンです。あれです。ブルゾン・チエミのネタの時流れてる曲ですね。まあ、当時ね、買ったよね、ちゃんと。オースティン顔タイプ。はい、次、BB クイーンズ16曲。少ないね、BB クイーンズね。BB クイーンズはもう、私、今る子ちゃん好き好き言ってるんでね、入ってるでしょうよと。次が、バックナンバー。バックナンバー私入ってるの意外じゃない？自分で言うのもなんだけど。これあれですね。ハッピーバースデーだの。なんだっけ？なんかドラマの曲。うわ、ドラマ出てこない。なんかあれ、横浜流星のやつ。確かそれでドラマ見てて、確か買ったんだったかな。で、次がね、これベストフレンドってなって、これアイカツ、フレンズなんだけど、これ分散してますね。とっても分散してます。多分ね、今後も出てくると思う。名義がね、微妙に違うのよ。そんな感じですね。次のアーティストが私読めません。読めないんで。ボンズでいいのかな？わかんないけど。これあれですね。今日から魔王のエンディングですね。なんで一曲。あ、バンプ入ってる。すごい。すごいってこともないよね。いや、バンプも聞かないの、本当に。これは、FF の、ファイナルファンタジーの霊式の時の主題歌。私、霊式は本当にね、本当に血出るんじゃないってことで泣いたのよ。最後。その時流れてて、それで、まあ、好きで入ってるって感じですね。多分これ、この、あ、もう一個入ってたわ。ポケモンのやつ入ってるわ。なんだっけ、ポケモンのさ、何とか周年だったのか、なんか映像あるよね、バンプの歌に合わせた。なんかね、うちの人がすごい好きなの、これ。なんか、泣けるんだって。私わかんないんだけど。ひどい。次、これなんて読むんだったかな。なんて読むんだったかなって言ってる時点で、そのアーティストのことそんな好きじゃないよねっていう。多分、カノエとかじゃなかったかな、読み方。違うかな。これはね、下月遥っていうアーティストがいて、私彼女のことがそこそこ好きで、彼女のやってるなんか、あれだったんだよね。だから入ってるんじゃなかったかな。で、次はカリスマ .com ですね。
懐かしいカリスマドットコムめっちゃ好きだった。好きだったけど、え、今もういないよね。確か二人組だけど片方辞められたと思うんだよね。それから私は追いかけてないですね。なんかいいの、ダイエットの歌があるのよ。それが私すごい、なんかほら、やっぱさ、我々はいつでもダイエットし続けなきゃいけない戦士じゃないみんなそうじゃない、永遠のテーマでしょ。ダイエットと、美容は永遠のテーマだから。そう、もうね、次は蝶々ですね。蝶々はな、ちょっと印象深いエピソードないですね、はい、これ何これ何ってアイマスですね。あのアイマスだけど、どの時代これは、 2個目の世代、ちょっとよくわかんないよくわかんないよくわかんないの入ってるのやばい。これはあれですね、アクアプラスのボーカルベスト的なのが入ってるだけなので、なんか歌われ関連だと思いますで次クラリスですね。クラリス入ってるのは言うてだね、ベストと、まだ窓マギ関連の曲が多いですね。次ですよ、問題は。これね、これ私結構ちょっと、なんて読むのかもよくわかってないんだけど、三浦翔平なんですよ、ボーカルが。あの、あれなの、映画、あの、なんだっけ、佐藤健と大原桜子と三浦翔平のやつ。なんか、彼女は、なんちゃらかんちゃらみたいなやつの、なんか、その三浦翔平の演じてたキャラクターのバンドのやつで、なんかね、なんだろう、買っちゃったよね、映画見てないのに。映画ね、後々にテレビでやった時に見たんだけど、なんか当時はもう三浦翔平好きすぎて、本当にうーんって感じですね。ダパンプ入ってますね、20曲。すごい。すごいってこともないけど。その次のデイジーデイジー、一曲って、この人はね、あれですね。大きい声で言っていいのかわかんないけど、水木奈々さんの妹さんですね。これはフェアリーテールの曲ですね。割と好き。次のこれはね、あれですね。ちょっと、あれです。ナイトメアビフォークリスマスのサントラです。映画のサントラって私そんなには入ってないんだけど、やっぱナイトメアはね、時折聴きたくなるので、で次はダオコですね。28曲入ってんだ。多分アルバムが2曲、2枚ぐらい入ってんだろうね。次は、オディーン様ですね。ディーン・フジオカ、オディーン様。これあれだよね。確かユーリオン・アイスの曲が入ってる CD だったかな。あのね、オディーン様はね、ビジュアルは本当に大好きなの。大好き通り越しても、なんだろう、ねって感じなんだけど、歌はそんなに好きじゃないんだよね。うん、歌はねっていう。で、これディズニーで、これアナ雪のサントラですね。1個目のアナ雪です。多分2も入ってると思う。どっかにあると思う。で、エリサか。懐かしいね、14曲。なんか、私が一番好きな曲は、革命期バルブレイブのエンディングです。次のエヴァンコール、これあれですね、バイオレットエヴァーガーデンのサントラですね、映画の。アニメの方のサントラ多分入ってなかったと思うけど、映画は入ってますね。で、次、エブリトルセイング、182曲。これね、182曲もある？ああ、なるほどね。ベストアルバムが大量発生してるから、182曲もあるのね。このね、チェルシーとコラボしたジャケットがすごく好きです。はい。これファルコム、これあれですね、奇跡シリーズ、千の奇跡シリーズの曲が多分何曲か入ってますね。千の奇跡大好きなの。なんか、好きな人いたら語りたい。本当に。なんか、1やって、1のデータがあると2の始まりがちょっと変わるのよね。それで私はもうなんか、ってなったね。次、ファナですね。ファナちょっと、これなんで入ってんのかわかんないですね。多分、自分のために買った曲ではないと思う。だってこのアニメ見てないもん。
曲も聴いてないしね。次、フローですね。フローは、ベストアルバムと、あと、テイルズの曲が好きなんだよね。それで入ってますね。次、フォックステイルズですね。一曲。フォックステイルズは、いろいろアニメ立てたよね。クロバスとか、思い浮かばないけど。今、フォックステイルズも解散してたよね、確かね。これ、ジュンロマの曲が入ってますね。ジュンロマの中の曲が一番好きです。次がフリップサイド2曲。2曲少ないね。ここからがあれですね。アナ雪のサントラが2枚ありますね。アナ雪2のサントラはね、めちゃくちゃ聴いてます。今はそんな聴いてないかもしれないけど、そうね、一番好きなのは、イントゥージアンノンだったっけ？あの曲好きですね。次、ガーネット・クロー。ガーネット・クローはね、これ23曲多分アルバム1枚なんだけど、コナン歌ってるし、で、メルヘブン、私メルヘブンすごい好きで歌ってるしで、っていう理由で入ってますね。うん、次はゲロですね。ゲロリンですね。歌い手で唯一握手会に行った。っていう思い出がありますね。本当に。なんだろう。ねえ。っていう。行きましたね。次。なんだっけ、グーズハウスだっけ。今このメンバーなのかな、どうなの、今もいるの、大体。分かってないんだけど。これなんか、この頃私、どうだったかな。なんか後輩くんにおすすめされて聞いたんだったかな、この曲を。アニメは見てないの、これアニメの歌だよね。4月は君の嘘だっけ、見てないかわかんないんだけど。次、グリーンですね。グリーンはね、私あんま好きじゃないの、どっちかっていうとね。これはね、違うの。これ、ここ見えない。あ、見えた。ホワイティーンが一緒に歌ってるんで、入ってます。はい。次、ヒメカですね。13曲。ヒメカ知ってる人いるのかな、いないよね。私世代でも、マジでギリギリだもんね。好きでしたね。海外帰っちゃったね。ビザが切れちゃって帰っちゃったからね。悲しい。これはあれですね。アダムスファミリーのサントラですね。アニメの。で、次、ジュジュ、64曲。ジュジュ、64曲。ちょっとパワーじゃない？ジュジュ結構聞きます、私。なんかいいよね。ジュジュなんか、ま、ちょっと、何がいいのかって言うとちょっと言いづらいけど、いいよね。次、ジュンナですね。14曲。ジュンナ、私、アニソン系で言う、の中での若手の中で一番好きかもしれない。結構聞いてる。相方さんも、よ、結構聞いてる。次、カラフィナ50曲。カラフィナ50曲意外なんだけど、そんな持ってた？でもカラフィナ結構好きな曲多いですね。次。キートークですね。この曲は、あれですね。うわ、アニメ名がマジ出てこない。教会の輪ね。のオープニングだった曲が1曲だけ入ってますね。だからそのせいでさ、私キートーク知ってるのをさ、なんかいわゆる別にアニメとかも知らないようなさ、今普通の曲しか聴かないような、J-POP とかロックとか聴かないような子が、流した曲で、あ、これキートークじゃないって私が言うと、えって言われるんだよ。知ってるんだみたいな。知ってますっていうね。キズナイですね。キズナイちゃんと買ってんの、私これ。CD ね、これ、たまたま見かけて買っちゃったの。あいあいあいはガチで好き。はい。次、コキアですね。コキアは我々世代は結構知ってるんじゃない？なんか、いろんなの歌ってたよね。歌ってたよねって雑な。これあれですよ。オートメイトのゲームの曲ですね。悠久のディアブレイド。これやってないんだけど、曲がすごい好みで買いましたね。この次の人私、ちょっとあんま知らない人ですね。誰ですか？かなって読むのかな、わかんないけど。確かね、私が当時やってた、なんかルミナサークかな、ゲームがあって、その2の、主題歌だったのかな。それで多分入ってるんだと思います。
それもあれですよ、イエーガーっていう曲ですよ。これはもうね、なんか流れですよ。あの時代を生きてた人ならわかると思う。なんかみんな買ってたでしょ私もなんか買った方がいいのかなと思ってとりあえず買ったって感じですね。で、リサが2曲ぐらいありますね。まあリサはこれ最近の曲は全く入ってないですね。これ初期の初期ですね。で、と待って、これ鳥海浩介って書いてあるけど違うの、これ違うの、違うのって言いまくり。これはバルキリーの方の曲だけ入ってます。はい、基本アンスタの曲はもうバルキリーしか買わないので、で、これマオですね。21曲、白鸚関連の曲と、あとはコードリアライズとか乙女ゲー関連の曲が多分入ってんじゃないかな。で、マックスマックスとかやばいよね。若い子絶対わかんないと思う。私もよくわかんないってことにしとくね。メイジェイ入ってますね、一曲だけ。メイジェイ、これ多分ね、あれですね。ゴッドイーターのゲームの、2かなのエンディングだったんだよね。だからなんかノリで買ったって感じですね。横はメインちゃんですね、28曲。ベストアルバムだけかな、入ってるのはね。で、横のミーね、これミソのね。ミソのっていう。私、テイルズのシンフォニアがすごい好きで、シンフォニア関連を歌ってるミソノはすごい好きなの。だから入ってますね。で、お待ちかね、ミアレジーナですね。よくね、私の動画を見てくださってる人だと、あって思うと思うんですけど、まあ、ガルモだったり、なんだったり、お店とかを経営するときは大体私、ミアレジーナって名前にしてると思うんですけど、彼女たちです。78曲入ってますね。一応今んとこリリースされてるものは全て持ってるかな。なんだ、あ、嘘だ。ファーストシングルだけ入ってないわ。ゼック。ファーストとセカンドも入ってないかな。なんか、好きになった時にもうそのファーストとセカンドの曲が入ったアルバムがもう出ちゃってたから、そんな買ってないんだ。反省だ。買えよって感じだよね。はい、次ね、南ですね。これは栗林南ですね。一時期南名義だったんだよね。このテイルズの曲が好きで、アニメの。私、テイルズの曲多いよね。次だってミソノだけど、これもテイルズだからね。好きですね。ニュース入ってるよ、意外じゃない？ニュース、これはね、違うの。私じゃないの。相方さんがなんか好きな曲があるって言って、このアルバムだけ、なんかレンタルしてきたんだよね。で、入ってます。次ヒゲダンですね。ヒゲダン2枚ですね。これなんか一時期ね、なんかヒゲダンぐらい聞きなさいよみたいな流れがあったんでだから聞くかと思って2枚入ってますね。あ、オルドコデックス入ってるよ。奇跡だね。これフリーの曲だと思う。で、これなんて読むんだったかちょっとわかんないんだけど、これアニメを見てないからわかんないんだけど、これ何の曲？その次の俺様、44曲ですね。俺様も最新アルバムだけ変えてないけど、それ以外は全部買ってて、で、俺様はね、で、このそう、これ1個前のこの1曲だけあるやつ、これ、俺様のボーカルの子が参加してたから買ったんだけど、いや、俺様いいですよ。俺様、今年で活動休止？今年ってかもう、いつだったかな、活動休止って聞いて絶句してますね。なんかやっぱそういうの聞くとさ、好きなアーティストっていうのはちゃんと買わなきゃなってすごく感じたよね。次パフュームですね。89曲書いてますね。最近のは全然入ってないです。どこら辺までだろう。フラッシュとかフラッシュのアルバムら辺までのが入ってますね。最近のよくわかんない、ね、はい、すごい、プチミレディとか入ってるよ。これ、竹達彩奈と雪葵ですね。時代ですね。わかる人、時代ですよ。これ、あれですね。ほら、ご注文はなんちゃらですかみたいなやつのアニメの曲ですね、一曲。これ、あれですよ。もう、悪しき時代の曲です。私、とりあえずアニメの曲買っとこう、みたいな。聞いてません。あと、ニコ生してた時に流してたんじゃなかったかな。だから多分買ってたんだと思う、無駄に。で、次、パフィーですね。これ、ちびまる子ちゃんのエンディングでしたね。
これ問題だよね、次の曲問題だと思う。これあのなんだろう、ちょっと何て読むのか知らないんだけど、アーティスト名はチキチキバンバン、これあれですね、今のパリピ孔明のオープニングですね。パリピ孔明私は見ておりませんと、なんかその相方さんがね、たまたまパリピ孔明のオープニング聞いちゃって、それで欲しい欲しい出して、うんってあ、次ラットですね。これは私天気の子も見てないんだけど、なんか天気の子の中の一曲を相方さんが好きだ好きだって言って買いました天気の子見てないんですよね。次がレイですね。レイタソですね。アニメで言うとナギのアスカラとか結構いろいろ歌ってたと思う。で彼女ももう今ね、今なんか名前変えてやってんのかなそういうの多いよね。なんかこういうの見ていくとさ、思うよね。なんか好きだったアーティスト今活動してない人多いなみたいな、ね、やっぱ応援できる時に応援しとくべきですよね。次サビッチジーニアス、これねマジ私世代はおってなるよ。いろんなねマジ歌ってた入ってるのはね、エレメンタルジェレイドの曲と夜桜カルテットの曲と、これなんだあれだ、パンドラハートの曲ですね。全部好き。で次、シーソーですね。シーソーは、ココにね、梶浦由紀と、あと、千秋姉さん、石川千秋姉さん、どっちも今、ココに活動してらっしゃるから、シーソーとしての活動はね、ほとんどないのよね。ちょっと再開してほしいけどね。次が、世界の終わり。これあれだ。なんかジブリっぽいけどジブリじゃないアニメ。なんかメアリと、メアリだったっけの曲。映画見たから買っちゃったの勢いで。で次のスケッチブックが、これあれですね、スケットダンスのための、に作られたようなもののバンドだよね。なんかいろんなの歌ってたよね、でもなんだかんだ。アルバム全部と、一番最後に出した CD、シングルは入ってます。彼らももういないもんね。まあ、でもここに、ドラム叩いてた女の子は声優やってるよね。で、次、スノーマンですね。72曲入ってるからね、ちょっと、尋常じゃないでしょう。まあ、その次もスノーマンなんだけど、そうですね。私は、メメが好きですね。あとは、って感じですけど。私のこのさ、やっぱ見ていく中で、スノーマンってやっぱ異質だな。スクエニックスっていうのは、これはファイナルファンタジーのレコードキーパーのサントラです。あ、来ましたよ。スターニス。51曲。次がスターニス&アイカツアーズ52曲。いいよね、スターニス。もう全部好き、曲。アイカツ関連はね、マジで全部好き。で次のが1曲あるのは、これあれですね。フリーの。エンディングですね。いつのだろういつのかよくわかんないんだけど。次が、私一押し、スアラちゃんですね。スアラちゃんは、歌われるもの関連の楽曲を歌われてますね。あとは、オトメイト関連も実は何個か歌ってて、すべて好きです。もう、出れば勝ってるって感じですね。スアラちゃんもだって100曲超えてるもんね。107曲。で、次のも、歌われ関連ですね。で、これよくわかんないのよ。この、僕と魚の物語の曲。これなんかね、夜中に、夜中、突然朝方さ、なんか、みんなの歌やるじゃん、NHK つけとくと。それで流れて、なんか相方さんが、欲しいとか言い出して、何と思って。これもよくわかんないです。歌ってる人誰か知らない。次は TM レボリューションかける水木奈々ですね。ありましたね、コラボね。次がこのテクノボーイズって、これあれだよね、魔法陣ぐるぐるのエンディングですね。で、相方さん大好きなトミーヘブラリーとトミーヘブンリーとヘブラリーですね。私はヘブラリー派です。銀魂の曲とか好きですね。あとソウルイーターとか。で次、トゥルーですね。これは、バイオレット関連の曲がメインかな。
はい、次、トラストリックですね、28曲。トラストリックはもう大好きですね、本当に。あの、私そんなに言ってきてないけど、あの神田沙也加大好きマンで、あの本当に推しだったの。だから今いろいろあったじゃない、この年末年始にかけて、私あの本当にね泣いたのめちゃくちゃ泣いた。あのしかもなんかコロナのワクチンを打った日に、2回目のワクチン打った日にの夜にそのニュースが出て、ただ本当にね病んだ、死ぬほど病みましたね、うん。で次、トライセールですね。これ1曲入ってる、何の曲なんだろう、わかんないね。これ声優さんですね。で次、なんでこう入ってるの、トワイスとかね。これなんかね、あれだったと思う、なんかその当時仲良かった大学生の子、別に今仲悪いわけじゃないけど、なんかその学校で流す音楽のなんかリストを作ってほしいみたいに言われて、この CD で作ってください、ドドドドーンと渡された中の一個なの。だから自分の意思ではない消せよって話だよね。そうなんだよね。何個かは消したんだけど、これ入ってたわ。うん。次が、トゥーミックスですね。トゥーミックス分かる人はね、すごいですよ。あの、ボーカルが、江戸川コナン君で、高田みなみでね、あの、相方さんが大好きなアーティストですね、トゥーミックス。この CD ね、8800円したの。オールタイムベストの去年出たんだけど。も私もなんか血を流しながらお金払ったもんね。たくって思いながら。次、この辺がちょっと歌い手とか出てくるな。アンクさんですね、好きでしたね当時。本当にわざわざアニメイトに買いに行ったのを今でも覚えている。うん。で次、ウルですね。これあれだ、中学生日記の曲だ。あのなんか中学生日記見てたのよ、ドラマ見ない私が。それでこれなんだ、あーこれあれだ、なんかこの名義になっちゃってるやつだ、セブンゴーストのサントラとアナ雪とワールドオブファイナルファンタジーとシンフォギアですねいろいろ入ってんな私。バルキリー入ってるよ、これであれですね、つい最近出たやつですね、もう先週とか先々週ぐらいに出たやつ。好きです。あれでもバルケリーもっともっとあるんだけどな。名義が違うのかな。この歌い手さんですね。バルシェ。あの、コナンの歌が好きです。私が多分歌い手というものにハマっていく最初の部分はこの方だったと思う。で、これやばいの。すごい量あるの。あの、なんていうの、そのアニメのベストアルバムとかさ、そういうの出てだとこういう名義になるでしょ、取り込むと。だからね、すごいあるの。これ日暮らしでしょのベストでしょ、で発行期アムネシアコンサートのライブ CD とか、ダカイチ、マルコ関連多いですね、サントラとか、悠々白書、魔王、マルコ、エヴァ、アニ横、クライシスかファイナルファンタジー7で、テイルズのベストアルバム、ルデキの法則のベストアルバムすごい、なんかね時代がわかるよね今日から魔王のキャラソンでしょ、で発光期のサントラ、デジモンのベストアルバム、ゴッドイーターのサントラ、犬夜叉のベストアルバムで、日暮らしの、これゲームの方のベストアルバムですね。で、これブリコンっていうのはこれあれですね、ブリーチのオープニングとかエンディングを声優さんがの出てる声優さんが歌ったってやつが2つと、あとハガレンのベストアルバムと、発光期のアニメのねベストアルバムもありますね。なんかあのほぼ語りじゃんっていう、ほぼ語りなの、キャラの語り、音楽に合わせて語ってるのが入ってるやつですね。これでもね、最後にボーナストラックとして、すごい待って、分散してる、怖っ、3曲入ってるようになってる、前風。これね、あれなの。愛花ちゃんの歌、君の曲が入ってるんで、それを聴いてほしいです。で、次、トラドラのベストアルバム、ポケモンのベストアルバム、
で、ひだまりスケッチのベストアルバム。これ懐かしくない？ひだまりスケッチ。で、ムーミンのベストアルバム。これめっちゃ聞きますね。ムーミンのベストアルバム。あの、おすすめはね、あのね、ほんと暇な時にでもね、誰か聞いてほしいんだけど、あの、このおまじないの歌っていうのが大好きで、本当に可愛いの。なんか、ポンピンパンパロリンでポロリンチョみたいなこと言うんだけど、これ多分違うの、私が言ってるのは。違うと思うけど、そのいいのよ。あとは、これなんだっけな。僕らはみんな可哀想ってアニメの演入曲が入ってますね。で、これはあれですね、特典ですね、発行機の。特典聞かない問題だよね、ほんとね。で、ほおずきの冷徹のなんかアルバムと、妖怪ウォッチのサントラ、映画ちびまる子ちゃん、また出てきた発行機とアムネシア。で、セーラームーンのキャラソンアルバム、で、物語シリーズのベストアルバム、で、プリキュアのオープニングベスト、で、妖怪ウォッチのベスト、で、ここからプリキュア続きますね。キラキラプリキュアラモード関連は、大体入ってるので、で、美女と野獣のサントラ、その次のこの僕らの奇跡っていうの、これあれですね、アイカツの男たち。言い方あるよね。でもアイカツの男たちなの。で、妖怪ウォッチのベストアルバム、これ2個目のベストだったかな。で、発光器オープニングベスト、その次が、バイオレットのアルバムですね。ハグッとプリキュアも入ってるよ、私。で、またキラキラプリキュアのモードでしょ。発光器エンディングベスト、でさ、アラジンのサントラも入ってますね。あの、映画の、実写の方ですね。で、エヴァのアルバム。で、次はセーラームーンのキャラソンアルバム。で、次はデリシャスパーティープリキュアの CD ですね。大好き、デリシャスパーティープリキュア。毎週の楽しみ、私の。だからこれ1352曲になってるもんね。怖っ。次は WU ですね。本当に私の青春です。次がホワイティーンですね。ホワイティーンはね、また今度別の時ラジオで紹介しようかなと思ってる、まあ、映画があって、このポケットって曲が使われてる映画なんだけども、ジャケットがね、その絵なんだけど、それから、それが好き、このポケットって曲が好きすぎて、ハマりましたね。なんで、大体入ってんじゃない？奇跡とかも入ってるし、アルバムもちゃんと入ってるし、って感じですね。ホワイティーン私は聴いてるっていうの意外がられるんだよね。で、このね、これなんて読むんだったかな、天遊士って読むんだったかな、これ好きな声優さんが一人だけ参加されてるって理由で入れてます。なかなか聞かないんだけどね、そういうのね。で、ザックでしょ？で、1曲ね、ザック。青いエール28曲。最近聞いてないな、オーエールね。あれが好きだったの。なんか、アルスラン戦記の曲が好きで、その頃よく聞いてました。でも次のがこれね、ドラマ CD っていうか、なんていうんだろうね。オトメイトがやってた、和気恋愛っていう、なんかシリーズがあって、なんかアプリが出るって予定だったのに、それも中止になっちゃったんだけど、開発中止で。え？って感じなんだけど、なんか展開してって思うんだけどね、未だに。それが入ってますね。で、あ、かぐやルナ入ってますね。これはね、完全に相方さんです。私じゃないです。相方さんが好きなの。で、雨宮空は、これ何の曲だ？月明かり。もうわかんないんだよ。何の曲。やばいよね。あ、なんか赤目が切るかなんかの曲だったかな。好きだったの。悩みました。これはなんか多分ね、そのニコニコやってた時代に勢いで入れただけって感じですね。で、次、嵐ですね。17曲入ってる。あのね、なんかね、ニノの曲、なんかニノのね、なんか、多分出てたドラマなのかなんかわかんないけど、なんか一個好きな曲があって、そのために入ってます。で、アルスマグナ。アルスマグナ聴いてた時代があるっていうね、14曲。ちょっと聴いてた。で、これ、バイオレットのキャラソンアルバムですね、13曲。で、次は石川千秋姉さんですね、80曲。80曲しかないんだ。意外。なんか一応、シングルはね、全部は入ってないけど、アルバムは全部入ってるし、最新までね、入ってるので、もっとあると思ってた。結構ガチ勢です、私、千秋姉さんは。
あ、すごい、次。これあれです。何でもだっけ、板垣総太郎ともだったかな。あの、刀剣乱舞のオープニングですね。あのゲームの。この曲好きです。次は市倉優奈6曲。これはね、あれですね。アイカツの、その、スターニスの方の、にいるユナっていう。そう、彼女の普通にやってる時の曲ですね。で、次は伊藤貸太郎50曲。意外とありますね。貸太郎は最新曲まで買ってますね。あのシングルは。アルバムは終えてないんだけど、うん、最近アニメのタイアップが多いんでね、そういうの買ってます。で、次は今井麻美85曲。意外と多いな。一時期結構ガチだった。一時期ね。強く言う、一時期。次、スミペですね。上坂すみれ、69曲。スミペはね、好きな曲は買うって感じですね。多いな、だとしたらね。次、上田玲奈ですね。これは一曲。なんだっけな。魔女のなんちゃらみたいな。見てないアニメだからわかんないんだけど、その曲がすごい好きで。次、やばいよ、上松信夫。すごい曲数。FF7 のサントラと、FF でもないし、あとそうだよ、9のサントラですね。好きなのしか書いてない。195曲。すごくない ?7 と9だけで195曲あるんだよ。なかなかやばい。次のウェラーキョーコナードって、これあれですね。魔王のキャラソンですね。ジャケットでないよ。どういうこと?次、宇多田ヒカル15曲。宇多田ヒカル15曲に関しては、確かね、なんかツテで借りたいものがなくて、でもなんか4枚か5枚借りれば1000円みたいなやつだったから、相方さんが、じゃあキングダムエースの曲でも入れようかなとか言って借りたはず。これベストアルバムだと思う。次が内田真彩ですね。マレータソー、これはちょっとわかんないけど入ってますね。でこれエヴァンコール、これなんかね、表記が違ったのよ、取り込んだら。これバイオレットエヴァガデの映画のサントラです。で、大石正義ですね。野崎くんの曲好きですね。はい。この29曲あるこの大谷さんは、これあれですね、発行機のサントラですね、アニメの。で、おはしゃやかちゃん41曲。おはしゃやかちゃんは割と昔好きでした。かっこ系。次、大原桜子ですね。これも意外がられそう。なんか私あんまりね、その、聞かなさそうなんだけど、桜子は、映画のちびまる子ちゃんを歌ったのね。そこから私は全部追いかけ始めて、ライブに行くぐらいにはそうですね、行きましたね。ライブ一回しか行ってないんだけど、うん、いい思い出ですね。次、私一押し、大原由依子、由依子リーですね。もう一押しです。桜子とね、文字があんまり変わらなくてあれなんだけど、ユイコリーは、無色転生とか、あと、高木さん、ガラ会場の高木さんとかいろいろ歌われてて、とても声が好きですね。で、荻野目ちゃんですね。これ荻野目ちゃんね、あれなの、ダンシングヒーローしか入ってないよっていう CD。面白くて買った。次が、小田香織ですね。これも多分乙女糸関連のタイアップ、ばかりで80曲入ってますね。これはあれですね、ダカイチのなんかの多分ブルーレイの多分特典の音源だと思います。でこの梶裕貴になってる、これは和気恋愛ですね。さっきも出てきた。でカプコンサウンドで、これはモンハンライズのなんかつけた時に流れる歌。これなんだ、あ、劇場版白鸚記のサントラです。うん。46曲。次、川田真美。川田真美分かる人は同世代。シャナとかね。あと、あれなんだっけ。ほらほらほら。あ、出てこない。とあるとか歌ってたよね。青春ですね。16曲。アルバム1枚なんでね。川辺千恵子。これ分かる人またすごいと思う。でもこの曲自体分かる人多いと思う。ホスト部のオープニングですね。うん。監獄男子ってこれあれだよね。ほんとこれ。買って一回聞いたかどうかだわ。うん。
次神田沙也加ですね。これあのボカロカバーの CD を出されていたので、これ全部買ってますね。彼女が歌ってくれると私は新しいそのボカロをわかるっていう。だからもうね、もう今後だから私は新しいボカロ何もわかんないですよ多分。うん、さよならって感じですね。次がこう菅野ゆうき、これは多分次がね菅野ゆうきなんだけど、彼女は合計しても3曲なんだ。彼女はあれですね、まあ、あの私が一番好きなアーティストである愛花ちゃん、吉岡愛花ちゃんの事務所の先輩だからって理由で入ってますどういう理由っていう。あ、でもこっちのね、こっちの曲、これなんてタイトルだっけ、歌方の、これはねオトメイトのゲームの曲ですね。次、北高文芸部女子会、これあれです長戸ゆきちゃんのなんちゃらみたいなある日私割と見てる派です。次が北出奈々ですね。うわ、これはね何だったかな、地獄少女かなんかの曲ですね。うん、この辺からが一曲の人たち多いと思う。でキャリー34曲入ってるでこっからあれですね、キュアカスタード、キュアジェラート、キュアショコラ、キュアパルフェ、キュアホイップ、キュアマカロン、これ全部買いましたからね私ね。うん、私は一番好きな曲はもうマカロンの曲ですね、キュアマカロン。次がキュアショコラですね。でこキラキラプリキュアラモードのなんかが入ってて、であキングクリームソーダですね、大好きキングクリームソーダのために妖怪ウォッチを見ていたと言っても過言ではないぐらいですね。でも28曲しかないんだ。まあでもそうだよね、作るに1回歌変わってるかどうかだったもんね。今なんてさ、あの1年間歌変わってないのよね、今のやってる妖怪ウォッチ。どういうつもりと思った。私ちょっとイライラしてるのイライラすんなよっていうね。次が倉木舞ですね、114曲結構入ってますね。倉木舞はもう最新、これ最新アルバムのジャケットですね、まで入ってますね。なんか好きなのよコナンの曲も好きだし、別にコナン関係ない曲も好きですね。ちょっと紅林みなみいや1曲だし、あ、グルタミン入ってる、18曲当時好きだったので、黒崎真央24曲。黒崎真央は、あれですね、最新の白鸚記の、あの、OVA のエンディングのアルバムとか、いろいろ入ってますね。ああ、黒崎真央とトラソリックコラボしたって懐かしい。これはね、私が好きな、あの、聖女の魔力は万能ですの。サントラに入ってた、サントラではないんだよ。なんか、最終回エンディングみたいな曲が入ってますね。あるよね、そういうのね。次、桑田の圭介さんですね。これ多分、ちびまる子ちゃんのエンディング曲ですね。あの、ずっと長いこと使われたでしょ。それが入ってます。で、欅坂46。あの、ひらがな欅ですね。あの、日向坂好きなので入ってます。16曲。すごいね、次、剛力彩芽。剛力彩芽で剛力彩芽ね。アルバムタイトル剛力彩芽だから。これネタです車とかで流したら面白くないっていう理由だけで、ゴールデンボンバーはこれ踊るボンボコリンだけですね。 うわ、こっくりさんある、こっくりさん、懐かしいこっくりさん、わかる人同世代次がコトリウィズスティッチワード、これ妖怪ウォッチですね、一曲。これなんて読むんだっけ、小林達、タツ小畑って呼んでたから分かんないな。あの今多分 2.5 次元とかで仕事いっぱいしてると思うんだけど、デビューはアニソンなんだよね。それで結構聞いてましたね。でここから歌われるものラジオがちょこちょこ入ってるので、そうですね。でこの西川美月の波川大輔もこれまたラジオなので、ちょっと除外して、まあこのサイキックラバー×スワラっていうのは何、何これ、バディファイトだって見たことない
斎藤和、これは今のちびまる子ちゃんのエンディングですね。大好き。で、佐向智久、これはね、何の曲だ？全部アニメだ。カラフルワールドがメガネ部で、ずっとが、君と僕で、ゲッタバンバポケモンでしょ。で、不完全モノクローがダカイチだから、全部アニメの曲ですね。やばいなる、やばいの、これ、これやばいよ。これもうタイトル忘れたもん。なんてアニメだったっけ。なんか普段指導のコーナーみたいなやつ。次、坂本冬美さんですね。たくさん入ってますよ、坂本冬美さんは。ほら、大好きです。演歌はね、そんなに、ピーク時はね、その中学生とか高校生頭ぐらいまではね、演歌すごい聞いてたんだけど、最近はまあそこまでなので、もう新曲出たぞ、買うぞと思うのは冬美ちゃんだけだね。冬美ちゃんは大好き。紅白も冬美ちゃんのために見てると言っても過言ではないぐらい。で、次、坂本のマーヤですね。22曲。あ、嘘だ、もう一曲あるわ。あ、これ次おすすめです。私の最近一押しアーティストですね。佐久間くんですね。佐久間貴夫。まあ、いろいろアニメ歌われてるんだけど、私そのアニメ全部見たことないんだけど。ウルトラマンの歌もウルトラマンの歌自体好きだけど、ウルトラマン見たことないんだけど、なんだろう、その、彼はね、彼女って落としちゃった。彼はね、さっき出てきたフォックステイルズ、クロバスとかジュンロマ歌ってた、フォックステイルズの解散した後に、その、彼、ボーカルだったんだけど、ソロでやり始めて、声優業も今なされてるよね。で、2.5 次元も出てると思う。今の昨日の旅の多分、舞台だかに出てたと思う。で、なんかね、バンの時はね、言い方悪いんだけど、曲はいいんだけど、なんか、ドラムうるせえのよ。なんか、どの曲聴いてもね、ドラムがポンポコポンポコ言ってんの、後ろで。うるさいなと思って。でも彼、ソロになってからはね、私の好みな曲調が多くて、おすすめです。私、あまりメンズの歌聞かないんだけど、彼は、押せる。はい、で、次、野崎くんの、これ、エンディング2曲ですね。で、桜火はしごたての、これ、あれですね。ダカイチの、ドラマ CD 系がまとまってます。88曲ってなってるけども、えぐい量よ。分数長いから。で、次が、桜木先生が出てきましたね。これ GJ イトマンですね。見たことない人はぜひ見てください。この、ミトナツメとかヤバめだよね。今どこ行ったの？これなんかうちの人がこの曲好きって言って買ったんだよね。私は全然好きじゃなかったんだけど。シェネル、シェネル、シェネル好きだった。これ、映画かドラマかの歌だったんだけど、好きだった。ワルキューレ。これあれですね。つい最近出た CD ですね。マクロス系ですね。で、次は四方さんですね。四方あきこ。これ、四方あきこも好きですね、私。なんかファンタジーな曲と言ったら彼女って感じ。で、ほおずき系ですね。地獄の沙汰オールスターズめっちゃ好きだった。特にこの地獄の沙汰も君次第とか、雪の中買いに行った記憶がある。で、次がシドですね。シドは、ベストアルバム1枚入ってます。一番好きな曲は、レインです。剥がれの歌だったかな。で、これは魔王のまたキャラソンが2曲あっての、魔王のキャラソンが分散してますね、いろんなところにね。島谷瞳48曲。島谷ひとみはね、私はもう J-POP アーティストだと思ってないから、アニソンアーティストだと思ってるんだけど、だからアニメとかゲームタイプの曲を聴いてますね。それは島宮英子さんですね。この人はあれですよ。日暮らし系で有名ですよね。これは、オトメイトの出した、なんとらのサイケデリカっていうゲームのエンディング曲です。すごい好き。さっき名前出てた下月遥が69曲ありますね。結構ありますね。なんだかんだ買ってますね、彼女も。で、次が、これ、花とうさぎっていう BL のドラマ CD ですね。好き。ジャニーズ WEST 入ってますよ。ジャニーズ WEST が、
アルバムが2枚とシングルが2つ入ってますね。あの逆転裁判の曲すごく好き。あと桐山くんが大好き。かわいい。桐山くんのためにヒルナンデスちょっと見てる説あるからね。うん、次、ジョーバチですね。ジョーバチも好きですね。なんだかんだ好きになってからずっと買ってますね。うん、最新まで。はい、で次もジョーバーチで、ジョーバーチ68曲なんだ、もっとあると思ってた。で次この白鳥さん、白鳥さんはですね FF9 のもうほんとエンディングとかね、ところどころ流れる曲なんですけど、泣いちゃう。うん、でこれあれですね、あのググレコックリさんのエンディング曲ですね。次はその次がスカイピース入ってる。いや好きなんだよね。うん、まあ深くは言いませんけど、須田まさき入ってる。須田まさき、これ違うの、私のが入れたわけじゃない、相方さんでもない。これはね、なんかなんだったかな、仲良かった子のために入れたんだと思うんだよね。次須田まさきと中村倫也もあるよ、これ一回も聞いてない。鈴木好み中、これはね結構もう全部アニソンですね。うん、はい、ノーゲームノーライフの曲が好きです。白鵬来てなんだ。あ、特典ですね。もう特典まみれ。マーチンありますよ、マーチン5曲。これあれですね。なんだっけ、ほら。タイトル出てこない。今もやってるよね、アニメ。あの、ほら。あ、もうダメだ、全然出てこない。あ、かぐや様の曲が好きで入ってます。次は鈴花優子。これはあれですね、脇窓のボーカルですね。なんかソロで出して、その曲がなんかすごい、いい意味で古臭いアニソンしてて、好みと思って。ステレオポニー懐かしくない？あの、ブリーチ世代のみんな懐かしくない？ねえ。次はスフィアですね、15曲。この辺はなんかアルバムが入ってるだけだもんね。次、世紀末入ってるからね、1曲。これあの、貞子 VS かや子の曲ですね、大好き。貞子ラブ。次、高垣愛妃、2曲じゃないわ。2個に分裂してますが、合わせて41曲ですね。彼女も好きですね。歌がうまい。次、高橋洋子さん。高橋洋子さんもエヴァ関連ですね。エヴァ関連と、あ、なんだろう。これ、このアニメ何だったかな。10曲ですね。次、玉木奈美。玉木奈美とかマジ世代。1曲入ってますね。なんか日曜にやってたアニメの曲のこれ。日曜にやってた、キバだったかなんかっていう。うん、次、田村ゆかり27曲。もっと入ってるイメージだった。タンポポ。タンポポわかりますかね？私もほんと好きなの。その次のチーム花山ってこれわかんないです。見てないんで私。次、千原みのり71曲。多いな、千原さん。もっと少ないイメージだった。あ、ベストアルバム的なのが2個入ってるからか。なるほどね。次が、チャットモンチーですね、1曲。これ、シャングリラですね。好き。で、ツバイビン、これはあれですね。あのシンフォギアの高山みなみと水木奈々の曲ですね。うん、そして次、ツバキオニヤッコさん、2曲。なんだろう、好きなのよ、やっこさんの曲。しかも片方ね、2曲入ってて、これ2曲の片方が、あの林原のめぐみさんがね作詞なされてて、っていう、もうそれだけで買うよねっていう。で次のこの坪倉さん、坪倉さんだってるよね、読み方違う。これあのなんちゃらかんちゃら今日のね主題歌なんだけど、なんちゃらかんちゃらだって、これね誰って思うでしょ。BB クイーンズのボーカルの方なのね。ぜひ聴いてほしいのよ、本当に。あの曲名ね、曲名、青のレクイエムって言うんだけど、あの、ピーヒャラピーヒャラ言ってる時とは全然声が違って、そうかっこいいの。うん。エンディングも歌われててね、素晴らしいですよ。もっといろんなアニメ歌ってほしいなって、ほんともう。で、次、抵抗歌劇団ですね。あの、あれですね。走れってやつですね。これ多分全部、そう、抵抗歌劇団なのよ。いっぱいあるのよね、あれってね。それが全部入ってるやつですね。
で次、デーモンカカかける宝なるよ。もうこれなんかこの世の終わりって感じのジャケットですね。悪魔と魔女の対決みたいな。これ2曲ですね。で、電気グルーヴ。これは、こじこじの、なんだ?エンディング曲だ。うん。例えば、ホフディラ入ってないな。電波組入ってる。電波組はこれ多分私じゃない。相方さんだと思う。電波組わかんないもん。うん、次、戸松遥か32曲。多分ベストアルバムが2枚入ってんのかな。うん、また出てきたよ、高市のドラマ CD いっぱいいるよね。次、ドリームモーニング娘。大丈夫、これいろいろ映して大丈夫、全員わかんないけど。モームス世代なんで私。次、中川の翔子さん8曲入ってますね。あ、もう1個ありましたね。これポケモンのドリドリですね。あ、中島めぐ、まめぐですね。まめぐは何が入ってんだろう。ベストアルバムと、このサタデーナイトクエスチョンとかがすごい好きなのよね。うん、次、この夏城さん、これはあれですね。歌い手さんだよね。確か歌い手さん。歌い手さんもほんと買わないんだけど、好きって思ったら買うわっていう。多分好きだったんだよ。過去形。次、これはあれですね。次、一曲はこれ、カンコレの曲ですね。エンディング曲ですね。はい、次、私のおすすめでアーティストです。二宮ゆい。彼女はもうね、いいですよ。二宮ゆいちゃんはいいですよ。見て、私これ。同じ携帯のね、CD を3枚買っちゃうぐらいには、あの、一曲違いとかよくあるじゃん。それでもまた3枚買っちゃうぐらいには、好きですね。次、乃木坂一曲。これはね、うちの人がなんかこの曲確か小室哲哉が作ったんだったかな。それでうちの人が、なんか、ハマっちゃって、仕方なし私はこれを一曲買いましたね。次は野中愛51曲。iPhone 大好き。iPhone 決して歌が上手くないんだけど、そこがなんかいいのよね。で、次、パスピエですね。これはうちの人案件ですね。なんか相方さんがなんか、突然パスピエっていうものをね、いいよとか言ってきたの。ああ、そうって。次が、これあれですね。なんだっけ、これ神様始めましただったかね。だったかねえだって。かなんかの曲ですね。花井曲。ここが、純ロマのラジオ CD が2つあって、ああいう66曲しかないの。そこでもびっくりする。浜崎あゆみ、今一番聴いてるかも。なんか元気出るのよ。で、次。やばいやばい、次曲数。林原めぐみさん、369曲。えぐくない？えぐみすごいんだけど大丈夫？でもそうだよね。ベストとか多いしね。最新曲まで入っているので、そうね。めぐさんですね。次のめぐさんって、これ欲しいですね。一緒のやつですね。この、めぐさんもこの、一番古い西江の写真がここに出ちゃってるんだけどさ、ほんと最近と比べると最近が美人すぎる。うん、次、早見沙織34曲。意外。早見沙織で一番好きな曲は、ハイカラさんが通るの1個目の曲が好きです。ハイカラさんが通る見通し。次、これハラミですね。ハラミ3曲。これも、なんかその時代ですね。バンダイナムコミックス。これはね、多分ね、魔王のゲームの、サントラですね。うん。これはね、あ、そう、ダカイチのキャラソンアルバムですね。で、またダカイチのドラマ CD。人とよう三塾。これはね、ベストアルバムが、私好きなのよ、もらい泣き。もらい泣き好きなのよね。はい、来ました。日向坂46、87曲。多いですね。これ多分全部入ってると思うよ。うん。今んとこ出てる分は。そうなのよね。新曲がね、来週出るので買わなきゃって。次、ヒューガ・ヒナタ。ヒューガ・ヒナタの曲入ってるのレアよ、これ。なんか当時、なんかナルトの映画がやってて、で、なんかローソン限定でこの CD、なんか注文できますみたいな。で、うわぁ、マジと思って。ひなた一番好きだから、でもその映画見てないんだけどね。ひなた好きだからな、欲しいなと思って買いましたね。
で、次がひょろっと男子。これあれだ。なんだっけこのアニメ。学園ベビーシッターズだっけ。だから見てたんだよね。それで入ってますね。で、平野綾26曲。何が入ってんだろうね。1枚しか入ってないわ。でも多分ね、あれだと思う。春日系とかが多いですね。次、春日でしたね。そしたら。一曲。フィロソフィーのダンスって何って話でしょ。これは彼女たちアイドルだったら知らなくて、なんか、これ、フラフラダンスっていうアニメの映画のね、曲なんだけど、普通に曲だなと思って買ったんだけど、一回も聞いてないです。衝撃発言。映画館では聞いたよ。もちろん。で、こう、福原遥ちゃんがね、分裂してますね。福原遥ちゃん大好き。うん。で、藤田舞子、75曲。藤田舞子わかる人はもう、世代ですね。ヒーローのかけらの曲とかが私すごい好きで、ヒーロー以外も結構歌ってるよね、いろいろ。イケメン、戦国系とか。その辺も私は曲はチェックしてます。イケメン戦国さすがにゲームはやってないんだけど、これあれですね。一週間フレンズのエンディングの奏で、キャラが歌ったバージョンですね。で次、プッチモに11曲。で、ブルゾンチェミ1曲の、ブルゾンチェミ&オースティン・マホン1曲。大好き。このちえみちゃんのハッシュタグ炎上 your life って曲はマジ自己肯定感上がれるから、なんかめっちゃ聞く。なんか途中で意識高めって言うんだけど、マジ意識高めと思って。あと次、ホッシーですね。ホッシーはベストアルバムが1枚入ってますね。21曲。で、おげんげんですね。46曲入ってるんだ。意外と入ってる。なんかドラえもんとか入ってると思うよ。どうで、ホフディラン入ってたわ。これ、コジコジ銀座ですね。コジコジの曲ですね。で、あ、セーラームーンがちょこちょこ出てくるね、この辺からね。2曲。で、ホリエユイ、ほっちゃん59曲。このね、ポルカドットスティングレイ、これね、あれなの。これもね、みんなの歌なんだけど、これも相方さんがみんなの歌見て、なんか、わーわー言ってて。うまい子って一曲、これはね、あれですね。キングクリームソーダのボーカルの子ですね。ボーカルというかメインの。なんかこれ映画の妖怪ウォッチの3個目だったかの、ちょっとヤバめの映画、実写とアニメ融合みたいな、ちょっと正直つまんなかったんだけど、あれのエニグ曲ですね。でもこの一曲もちょっとめんどくさいな。牧野由依、真山りか、この辺、アニメのタイプです。三尾山崎の裕太くんの元、これね、私、タイトルだけで面白いなと思って買った。聞いてない。でも面白くない？こうやって入ってたら突然、裕太くんの元カノって。ね、これは発酵期関連ですね、絶対。三里亜紀。三里亜紀わかる人も私と同世代だと思う。16曲。これアルバムベストですね。わ、水木奈々264曲強いですね。さすがって感じ。なんだかんだ大体買ってる。うん。そうね。最新のゲットアップシャウトまでちゃんと買ってますよ。水木奈々ティームレボリューションでしょ。水瀬祈り30曲結構買ってますね。なんだろう。まあ、ほぼオナナだなと思って聞いてる。次、ミニモニですね。ミニモニは青春。はい。2枚入ってますね。32曲。マモ入ってますね。宮野守る32曲。これもそうね。ベストが入ってるだけ。ベストはとりあえず入れとこうみたいなとこあるでしょ。で次、また白鸚じゃないわ。魔王のキャラソンがあっての、次、モーニング娘。です。これもベストアルバムですね。で、モッチーですね。ELT モッチー。これ、ELT としてデビューする前のモッチー。で、ももクロ。ももクロは多分ね、あれなの。セーラームーン。ちびまる子ちゃん。セーラームーン。基本的にアニメのタイアップがついてるものは買ってますね。見てるものは。わ、セーラームーンいっぱいあるでしょ？すごい見て。セーラームーンに挟まれる森口博子。パワーじゃない？うん。森口博子、ガンダムのなんかの曲だったんだよね。なんか、テンポ感が好き。テンポ感とかいう。で、またこれね、梶裕貴って書いてあるの。これはあれですね。
わけでないですね。柳凪4曲。何が入ってんの？これだけだ。これ、なんだっけな。なんか、方針演技かなんかの曲だったと思う。山崎遥香2曲、これは、なんかあのグロいアニメ、グロくないかも。いや、グロいな。魔法少女サイトがなんかのエンディングだったと思う。好きだったの曲が。UK アイラ32曲、結構入ってますね。で、UK はありますね。ユサ工事ありますよ。ね、横浜流星4曲。なかなかでしょ。指示出してたんだって感じでしょ。出してたのよ。そうなのよ。時代だよね。多分、だって売れる前だもんね、これね。はい、次、愛花ちゃんですね。吉岡の愛花ちゃん、389曲。さすがですね。もうだって、だいたいほんと全部入ってんじゃないって感じだもんね。そうね。入ってますね。すごい曲数。これ吉田さん、これ吉田さんちょっとよくわかんないんだけど、これあの魔王の3期のオープニング、エンディングだったかな。で、米倉千尋30曲の、ラックライフ、ラックライフ懐かしい。16曲。りょうくん、51曲。りょうくんはね、本当にね、誰って感じなの、今の私からするとね。当時は好きだったんだろうね。なんか歌い手がね。和楽器バンドが分散しての81曲ですね。結構入ってるね、和楽器バンドね。ワルキューレ9曲の、最後、高見の1曲。これで終わりですね。わぁ、長かったね。いやぁ、こんな感じです。私の音楽たち。聴いてる曲たち。最近追加した曲にしとくわ、じゃあ。最近追加した曲。ホスト部の曲突然思い出してね。最近買ったの。あと最近は、スノーマンだ、アユだ、プリキュアだ、アイカちゃんだ、おっちゃんだ、みたいな。そうですね。一番最新はもう坂本冬美さんですね。水中歌。大好き。はい。ということでですね。もうじゃあこの画面バイバイってことで。はい。ということでね。長々と。ね、まあ、なんで私意外といろんなジャンル聞くんですよ。いろんな、割とね。最近一番聞いてるのはマジで、あゆの、ノンフィクションって曲がマジでなんかもう、すごい好みすぎて一番聴いてる、何かにつけて聴いてる。ミュージックビデオ見ていただいたら分かるんだけど、サビで歩くのね、なんかちょっとランウェイ的なのしてんだけど、それ割と歩きながらやってる。大丈夫そうと思うよね、本当に。大丈夫じゃないの、ということでね。まあなんかまた何かおすすめの曲とかあったら、こういう機会をまた設けようかなと思います。なかなかね、ほんと昔ほど最近は本当に買わなくなってきてるから、これも年を取ったなって思うね。アンテナが多分弱くなってんの。で、しかもさ、見てもらったらわかるけど、マジ最近の流行りの曲ないでしょ？いわゆる、なんだろう、最近何が流行ってんの？それもわかんないんだけど、なんか、まあ、いわゆるさ、その iTunes とかのさ、上位の曲とか全く入ってないのね。そういうところがなんかもう、リアルだよね。今ちょっと見てみるね。iTunes の人気のランキング何なんだろう。あ、ヨネーズヒゲダン全部知らないもん。知らないよ、聞いてないもんね。まあまあまあ。まあまあまあだよね。ということで、まあ、長々喋ったので、今回この辺で終わろうかなと思うのですが、次回はそうですね、ホワイティーのところで言ってたと思うんだけど、なんかちょっと、私のね、なんかその、あんまみんな知らないんじゃないっていう映画を紹介したいなと思ってて、すごく好きな。ちょっとそのラジオを撮る前に見直すわ。ちょっとどうだろう。DVD だと3枚になってんのよ。見れるかな。頑張ってみます。ということで、
今回もほんとここまでね、今何分撮ってるかが分かんないの。あのいつもはね秒数出てるんだけど、今回そのさ、この音楽のアプリ開いてって、そいつがさ画面ドーンでデカデカ出ちゃってるせいで、録画してる方のアプリが見えないのよ。ちょっと見るか、今何分撮ってんの。嘘でしょ、1時間21分も撮ってんの。ちょっと待って、嘘でしょ、びっくりした。ダメだ、やっぱこういうのさ、あのちゃんと時間見ながら撮らないと事件になっちゃうわ。ほんとごめんなさい、長かったですね、すいません。あと編集してる時の私怒らないで。はい、ということで、またね1週間後にお会いできたらなと思います。ほんと長いんでね、ここまで聞いたあなたはもう何でしょうね、ちょっとゴッドより上だね。何な、なんだろう、わかんないけど。もう神です、ほんとありがとうございます。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。